こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。先日開幕した新日本プロレスの G1 クライマックス29。今年は史上初の海外興行からのスタートとなり、何やら考察しがいのあるテーマでありました。そんな今回は開幕戦で目立ったランス・アーチャー選手について考察してみましたので、最後までご覧ください。それでは早速、行ってみよう。 G1 開幕戦。皆さんは、KES 公式の YouTube チャンネルがあるのをご存知でしょうか？そこで公開されているランス・アーチャー選手をフィーチャーした動画が、何か哀愁漂う、かつての映画、レスラーでも見ているような気分になるものでした。動画の説明欄に貼っておくので、ぜひ見てみてください。ランス・アーチャー選手といえば、今年も開幕した新日本プロレスの G1 クライマックス1回戦で、オスプレイ選手相手に猛威を振るった注目の選手です。開幕戦が行われたダラスは、アーチャー選手の地元テキサス州であり、気合の入る大会でありました。そして、その翌日には、KES の自主興行も開催されるということで、完全にアーチャー選手のターンといった感じです。 G1 初戦では髪型をモヒカン狩りにし、色も赤く染め上げ、北斗の拳かマッドマックスにでも出てきそうな世紀末な装いで登場しました。これはランス・アーチャー選手の身上を表しているのかもしれません。身上 YouTube チャンネルではアーチャー選手のプロ意識を大いに感じることができ、ジムには日本国旗が飾られ、親日家であるとわかります。そして、まだ具体的なソースはありませんが、KES としてパートナーを組んでいたデイビーボーイ・スミス・ジュニア選手が新日本を退団したと言われています。新日本プロレス公式サイトでは、名前が残っていますし、公式の発表もないので、鵜呑みにするのは、まだ早い感じがしますが、KES の自主興行では、スミス選手の参戦はなさそうです。スミス選手の現在を調べてみると、アメリカの団体 MLW に参戦するという噂があるので、たもとを分かったというのが濃厚な見解でしょう。何かこうなってくると、以前から囁かれている鈴木軍解体への伏線になり得るところもあり、私の以前予想した新ユニット誕生の可能性も上がってきたんじゃないかな。今日はここまでです。私はアーチャー選手の動画を見て好きになってしまいました。彼は現代のリアルランディーだと思います。応援してます。本日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。お相手はリリトでした。それでは。